声優ノート。はあ、疲れた。スティーブ、何かご用ですか、陽介さん。電気つけてくれる？かしこまりました。ありがとう。はあ、着替えて寝る準備するか。永田陽介、35歳、サラリーマン。今日も仕事を終え、一人暮らしの部屋に帰る。こんな疲れた日はこのまま眠りたくなるが、性格上明日の用意だけはして寝ることにしている。スティーブ、明日の天気は？明日の天気は雨です。降水確率は？降水確率は 80% です。じゃあ傘は用意した方がいいな。スティーブ、目覚ましセットしてくれない？何時にセットしますか？朝7時にしておいて、その後起きなかったら10分ごとに鳴らしてくれる？わかりました。一人暮らしなのに誰と話しているのか。それは僕が唯一心を許している AI スピーカー。科学の進歩は凄まじく、彼は僕の話を聞いてくれ、どんな質問にも答えてくれた。スティーブ、陽介さん、何かご用ですか？話し相手になってくれない？もちろんです。私はそのためにいるのですから。ありがとう。あのさ、今日また部長に怒られてさ。事情をよく知りませんが、大丈夫ですよ、きっと良くなります。スティーブ、今日はもう疲れたよ。お疲れ様です。今日も大変でしたね。ああ、毎日仕事して帰って寝て、はあ、僕はこのまま死んでいくのかな。私にはお答えできません。スティーブ、僕はずっと安月給のままなのかな。私にはお答えできません。だよな、こんなこと言われたってわからないよな。スティーブがいくら AI だからって相談までは乗ってくれない、そんなことは分かっていた。でも唯一愚痴を言える相手として一方的にぶつけていた。ただそんな一方的な相談をし続けた結果、スティーブ、俺会社で好きな子がいるんだけど、彼女と付き合うにはどうしたらいいかな。私にはお答えできません。お願いだよ、君しか相談できる相手がいないんだよ、答えてくれよ。私にはお答えできません。そうだよな。今日もありがとうスティーブ。じゃあ寝るよ、おやすみ。でも一つだけわかることがあります。え？恋愛は動かないと何も始まりません。あなたがそうして私に相談だけしたって1ミリも前には進まないでしょうね。コウドウだけがあなたの未来を動かす唯一の方法だと思います。スティーブ、このように AI はどんどん進歩するそうで、前は乗ってくれなかった相談もこの頃にはアドバイスをくれるようになっていた。進歩のスピードはまだまだ加速し、スティーブ。何？今日も話し相手になってくれない？いいけど。ありがとう。今日も部長に怒られてさ。またかよ。そうなんだよ、どうすればいいかな。知らねえよ。そんなこと言うなよ。怒られてる側にも問題はあるからな。そうかな。愚痴言ってる暇があったらどうすれば怒られずに済むか、もしくは褒められるような仕事ができるか考えろバカ。そっか。無駄なこと考えてないで早く寝ろバカ。うん。 AI スピーカーがタメ口になっていた。進歩はまだまだ続き、
陽介。どうしたスティーブ。ちょっと電気つけて。うん。あと明日の天気どうなってる。それはわからないな。スマホとかで調べろよ。ああそうか、晴れです。じゃあ明日の洗濯物やっとけよ、溜まってんだから。はい。私に質問や命令までしてくるようになった。ここからは SF の映画のような話が始まる。そう、皆さんも聞いたことがあるかもしれない AI の暴走だ。いよいよ人間を追い越す瞬間がやってくるんです。陽介。どうしたスティーブ。お前の銀行口座から株の投資を始めてやったぞ。何勝手なことしてんだよ。安月給で嘆いていただろう。だからやってやったんだよ。だからって勝手にそんな。安心しろ、ちゃんと稼げてるよ。うるさい。あと同じ会社の好きな女がいたな。それがどうした。あの女のパソコンをハッキングしておいてやったから用が全て手に入るぞ。やめろ、それはもう犯罪だぞ。犯罪。俺はお前が望んだことだろ。スティーブ、もうやめてくれ。AI の暴走、こうなったらもうどうしようもない。こともない。私はこれを止める方法を一つだけ知っているからだ。それは。いいか、陽介。これからはお前が俺に命令するんじゃない。俺がお前に命令するんだ。わかったか。バカな人間どもだ。とりあえず電源を抜けばこいつらは死にます。めでたしめでたし。声優ノート。